お、稽古再開か。うん、長いことサボってたら体がなまっちゃったよ。ずいぶん元気じゃねえか。いつまでも落ち込んでる私じゃないよ。ガレノスにも励まされたしね。ガレノスのおかげか。ガレノスがこと好きか。わからん。嫌いか。好きとか嫌いとかそういう基準では考えられない。ただ僕はガレノスを認める。彼の研究や学説は意義深いものだからな。それって好きのことだな。知らん。これも思い出か。なんだいきなり。こうやってみんなでご飯食べるの思い出か。そうかもね。あと何十年経ってもこの旅のことは思い出しそう。わいる。メルディ、思い出持ち。のんきに思い出せる日が来りゃいいけどな。いただきます。すまない、食うのをやめてくれないか。すぐ代わりの食事を用意する。あ、なんだよ。どこが不満なんだ。すっごく美味しいよ。何も分かってないな。パンや麺は表面の柔らかさと芯の硬さの微妙なバランスが命なんだ。こんなふぬけた食感を潔しとしたら、数百年にわたって連綿と調理法を研究し続けてきた人々に失礼だろうが。ごちそうさま。インフェリアの味が懐かしいよ。セレスティアの料理そんなにまずいか。まずくねえよ。うまいうまい。腹に入れば何でもうまいぜ。インフェリアにいた頃は毎日変わらぬ食事にへきへきしていたものだが、いざ離れてみると何でもない普通の食事が恋しくなるものだな。お前さ、単にホームシックなんじゃねえの。ルロラーリー。それはセレスティアの民謡か。はいな。ルロラルー。ほう、なんだ、気持ち悪い目で見るな。キールも丸くなったな。今までだったら絶対怒鳴ってるぜ。食事中に歌うなとか。メルディの歌のうますぎるせいだな。断じて違う。うぬぼれんな。キール、今日も遅くまでお勉強か。ああ、セレスティアで見聞きしたことをまとめておくんだ。いつか論文として仕上げたい。偉いな、偉いんだな。夜に大声出すな。キール、セレスティア好き。メルディとても嬉しい。誰が好きだなんて言った。あ、いや、嫌いとも言ってないが。ああ、もう勉強の邪魔だ。さっさと寝ろ。セレスティアにはすっごく早い乗り物があんだね。はいな。奨励鉄道早い早い。早ければいいというものではないだろう。乗客を安全に目的地まで運ぶことこそ重視されるべきだ。怖かった。誰が怖いものか。僕はただ交通機関の設計において安全性の確保がいかに重要な要素であるかということを。怖かったんだな。怖くなんてない。目がつぶってもキラキラ光ってる。地精霊の宿った石って綺麗なんだな。ほら見て、お星様みたいよ。星。あ、そろそろ寝るね。おやすみ。ファラ、どうしたか？そう。インフェリアとセレスティアの環境は多くの点で異なっているが、遥か古代には同一の存在であったのではないかという仮説を裏付ける証拠もいくつか見出すことができる。例えばこの岩石だが、確かにこのマダラ状の表面組成は、なぜ痛そうな顔してるか。しかしそれは痛いんじゃねえ、辛いんだ。メルディは奴の長話に退屈しねえのか？しないよ。キールが話が聞いてるとためでなる。というわけなのだが、わかったか？え？あ、はいな、バッチリよ。わかってねえな、絶対。奨励鉄道、もう乗らないよな。キールがまた乗りたいのか？いや、遠慮しておく。今度はもっとスピード出そうぜ。ふふ、
ん、ブレーキ効かないやつの多いからスピードは出るよ、どんどん。キル、どうかしたか？なんか気分が。十物語をしてやろう。ま、当然僕はこんな非科学的なものは信じないのだが、ミンツ大学に面白い噂話が伝わっていてね。回りくどいやつ。風祥霊研究室の学生が体験した話だ。講義中、どうも後ろから視線を感じる。気になって振り向くと、人懐っこい顔が彼を見ていた。どこが怖いか？顔しかなかったんだ。生首は言ったそうだよ。僕の胴体を知りませんか？数十年前、窓に首を挟まれて亡くなった学生がいたそうだ。ま、僕は信じないがね。ノーム、何か思うことがあったら遠慮はいりません。話してください。はあ？僕が思うこと？なんだろうな。はにゃー。やめやめ！こんなやつに何聞いたって時間の無駄さ。何も考えちゃいないのさ。いいえ、私はノームの力をよく存じ上げてますよ。じゃあ、僕の言うことよりノームを信じるのかい？僕思っちゃった。シルフっておことも。うるさいうるさい、ノームのね、ションベンタレ。ナナ、メルティが謎なぞが答え、わかったか？入るとこ一つ、出るとこ二つって、あれか？誤算だ。なんだよ、答えはパンツだよ。パンツって、人前でそんな言葉を口にするな。かわいいやつ。十物語、メルディーガ版。セレスティアの話する。セレスティア、戦争多い世界な。戦争、たくさん人死ぬよ。もう鳥肌立ってきたぜ。戦争終わった後のある町、夕方になると足音する。ザック、ザック、ザック、ザック。振り返ると誰もいない。そんでな、また前向くと、ザック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 。勘弁してくれよ。どこまで行っても足音を追ってくる。怖いよ。角曲がった時、風吹いた。足音悲鳴に変わった。たくさんの死んだ人たち、空へと登ってったとさ。おーさい。ほんと、たまんない。あったかコート着ても寒いか？インフェリア、大変な。ここまで寒い地域は、インフェリアにはねえんじゃなかったっけ？ん？キル？今日はおとなしいな。唇が、はじかんで。大症例って、人間を痛めつけることもあるんだな。人間の行い次第だろう。でも、この仕打ちはひどすぎんじゃねえのか？町一つ潰す気かよ。あ、いちいち僕に聞くな。セレスティアの大症例についてはまだよくわかっていないんだ。氷の大症例は血も涙もねえ恐ろしいやつなんだろうな。俺はそう思うぜ。ほら、キール起きるとよいな。ちゃんとする。お前はこの寒さが平気なのか？はいな。
これ寒い言わないよ。寒い以外になんて形容するんだ。恥ずかしい？熱が出そうだ。こう寒いと寝ることすらできないな。寒い寒いって考えてると余計寒くなっちゃうんだよね。気を紛らわしてみよっか。はい、ダジャレでポン。マジかよ、俺ダジャレなんて。布団が吹っ飛んだ。はい、次リット。猫が寝転んだ。はい、次キール。僕、キールが木をキール。寒い。十物語、私の番だね。ある夫婦の話をするよ。山の中で迷子になって途方に暮れていると、白い服を着た少女が現れて道案内してくれたんだって。大方、そいつが幽霊だったんだろ？道案内はいい幽霊！そうかな。途中何度も危険な目に遭いながらも、どうにか麓まで降りてくると、少女はこう言って消えたそうだよ。死んじゃえばよかったのに。いやー、進歩のないやつ。ウンディーネ、相談があるの。こんな感情を持つなんてはしたないとは思うのだけど、どうしてもダメなの。私、我慢できない。イフリートですか？大将令にも苦手意識は存在しますからね。お、セルシウスとウンディーネじゃねえか。こそこそ話してんじゃねえぞ。うるさいな、近寄らないでよ。はたからは十分微笑ましいやりとりに見えるのですがね。ちょっと寄らないでよ。なんで、仕方ねえだろうが。こん中結構攻めんだ。あなたの図体が無駄にでかいからでしょ。なんだと。何を。いや何もじもじしてんのよ。気持ち悪い。寄るなよ。なんでそんなに嫌がんだ？可愛いじゃねえかよ。無理です、そのふさふさした毛、体が受け付けません。動物嫌いは遺伝なんです。そういえば、チャットの親の話って聞いたことねえな。やっぱり海賊なのか？いやー、もうやだー。どう？少しは落ち着いた？はいな、ありがとう。はじめはメルディ、一人が行こうとした。でも、みんなが言ってくれたよ。それ、よかった。助かった。そっか。そう言ってくれると、私も嬉しいな。はいな。仲間は大事ね。信用、一番。うん。大事だよね。信じたいよね。